広島県警と中国財務局からのお知らせだよ。おーい、みんな気をつけて。お、荷物の不在通知だ。再配達か。パスワード？インストール？まあいっか。それは詐欺よ。これは恐ろしいメールなの。身に覚えのないメールは開かない。